アワープラネット TV の白石はじめです。アワープラネット TV は2001年に活動を開始した独立系のインターネットメディアで、ドキュメンタリーなどを中心に様々な番組を配信してきました。また仕事として映像制作に携わっているプロフェッショナルだけでなく、一般の方々による映像発信を広げようと映像ワークショップなどにも取り組んできました。このコンタクトは2006年にインターネットで配信を始めた私たちの独自番組です。この度ここ朝日ニュースタートのコラボレーションによって、インターネットだけでなくこの衛星放送でも放送できることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。では初めに、一般の方々から寄せられた情報をもとに、市民の視点に立って選んだ1週間のニュースからお伝えします。貧困問題の理解のために貢献した報道を表彰する貧困ジャーナリズム大賞の授賞式が6月30日都内で行われました。主催は貧困問題に取り組む市民団体などで作る反貧困ネットワーク。大賞には派遣労働を取り上げたテレビ朝日のドラマ相棒シーズン9ボーダーラインが選ばれたほか、外国人研修生問題や子どもの貧困などを扱った9つの報道が表彰されました。アワープラネット TV もグローバル経済と野宿者問題を取り上げたドキュメンタリー宮下公園が受賞、代表の宇都宮健二さんより表彰状を受け取りました。沖縄本島北部の東村高江で新たにヘリパッドが建設される問題で、7月1日計画に反対する市民が防衛省へ申し入れを行いました。申し入れを行ったのは沖縄を踏みにじるな緊急アクション実行委員会やユンタク高江のメンバーなど130人、神楽坂から防衛省前までデモ行進を行い、高江の森を守れと訴えました。この建設計画は米軍北部訓練場の一部返還に伴うもので、戦闘機のオスプレイが配備される可能性が指摘されています。抗議行動は東京のほか、ハワイや札幌、奈良、愛知、新潟、京都などでも行われています。福島県郡山市の小中学校に通う子ども14人が郡山市に対し、安全な地域に学校ごと集団疎開するように求める裁判で、7月6日第1回の審理が行われました。裁判所は非常に誠実で、正面からですね、今回の疎開というか安全な場での教育をすることの裁判のですね、中身にこれから、正面からちゃんと議論したいという姿勢をですね、示してくれまして、で、非常に正直言って気持ちのいいというか充実感のある手応えを感じて、今日は裁判を終わりました。次回は7月19日、はい、郡山市の対応が注目されます。はい、アワープラネット TV が選んだニュース3つをお伝えしました。番組ではこの1週間のニュースに取り上げる話題も、皆様からの情報やビデオを元にしています。ぜひ情報をこちらにお寄せください。そして今日のテーマは、今求められるパブリックアクセス。このパブリックアクセスは、市民とか、私たちのような市民メディアが、放送やテレビを通じてですね、情報発信することを意味しているんですけれども、今日はそのパブリックアクセスの第一人者でいらっしゃいます、の研究の第一人者でいらっしゃいます、立命館大学、産業社会学部教授の津田正夫さんにお越しいただいてお話を伺いたいと思います。津田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。津田さんはもともと NHK でテレビのディレクターとか、プロデューサーをされて、その後に、90年代半ばに、この研究の道に入られたということなんですけど、最初に、パブリックアクセスということを知った時ってのはどういうふうにお感じになったんですか？アメリカにね、パブリックジャーナリズムとかパブリックアクセスとか、普通の市民がいろんな形で参加できるものがあるっていろんな人に聞いてたので、ぜひ見に行きたいと思って仲間たちと最初に見に行って、97年ですけどもね、その時、ニューヨークから始めたんですけれども、その規模の大きさっていいますか、市民が持ってる放送局の大きさ、普通の地方の放送局に匹敵するぐらいの大きさがあった。その、規模やらニューヨークに9つの、市民チャンネルのうち4つ市民放送局持ってる、それもびっくりしましたけどね、何よりもね、やっぱり
全部市民が作ってて編集権っていうかな、局は口出しが絶対できないという、そのことにとても、うん、と思いましたね。まあ、今回去年なんですけど初めて、まあ私もあのパブリックアクセスっていう言葉を知ったのは今から10年前に、そのもう本当に津田さんの報告集会を聞いて知ったんですけど、まあそれから10年ぐらい経って、去年はご一緒して初めてまあニューヨークのパブリックアクセスを見てきたんですが、本当にうわーっていうか、あのびっくりしたんですけども、今日はですね、まずその去年私どもがまあ視察してきたあの取材の内容をですね、あのビデオにまとめてまいりましたので、まずそちらの方をご覧ください。セントラルパークの南に位置するマンハッタンネイバーフットネットワーク。ビルの中に入るとスタジオ設備や機材が並び、多くの人が番組作りに取り組んでいます。ここはアクセスセンターと呼ばれる場所。マンハッタンの住民なら誰もが無料で技術ワークショップを受講でき、卒業すると図書館で本を借りるような感じで自由にカメラや編集機を利用することができます。この日、一番大きなスタジオで収録をしていたのは女性グループによる番組。隣のスタジオでは刑務所に入っていた元受刑者がメインのトークショーを制作していました。マシンルームの作業もすべて市民のボランティアが行っています。And then through internships and training, you work yourself to the big studio. And this is the big studio, the big time studios. And, but it takes a lot of dedication and experience to do it. ここがそのトレーニングルーム。編集と撮影、スタジオ技術の3つのコースがあり、年間1000人以上が参加しています。ここを卒業すると、機材を自由に使い、自分の作った番組はケーブルテレビで放送することができます。マンハッタンネイバーフッドネットワークに割り当てられている市民チャンネルは全部で4つ。コミュニティ、ライフスタイル、宗教、カルチャーの4つのジャンルに分かれています。市民の制作した番組を放送するパブリックアクセス、アメリカでは1970年代からケーブルテレビの発達とともに広がってきました。現在全米にあるパブリックアクセスチャンネルは2000以上。運営にはケーブルテレビ局のフランチャイズ料が当てられています。ここマンハッタンネイバーフットネットワークも4億6000万円の運営資金のうち 85% をタイムワーナーが負担、残り 15% も別のケーブルテレビ局が支払っています。しかもだからといってケーブルテレビ局が市民の番組に口出しすることはありません。It is a steady and incremental increase, as you'll see. Many people thought that when you had cheaper equipment and easier access to media tools, that people would no longer come here. It's wrong, and so, in fact, we found an increase. I think the reason is that the digital...Media transformation is expanding engagement and interest in media, and we see that here. And we are going to build a new center. Now, yeah, in East Harlem, we're building a facility. こうしたパブリックアクセスチャンネルから全米に広がった人気番組があります。デモクラシーナウ、テレビやラジオなど全米700以上の放送局で放送されています。番組のキャスターはエイミー・グッドマン。長年ラジオ番組のディレクターとして東ティモールやナイジェリアの人権侵害を告発するなど調査報道に取り組んできました。デモクラシーナウの最大の特徴は War & Peace Report と題した反戦ニュースです。アメリカの外交政策によって影響を受ける世界各地の声やフリージャーナリストの報告、活動家のインタビューなど、既存のマスメディアではほとんど扱われることのない視点でニュースを報道しています。この番組は作家のアリス・ウォーカーによるガザリポート、ノーム・チョムスキーや
ナオミ・クラインといった著名なゲストもたびたび登場します。もともとはラジオの音声だけでしたが、2001年の911事件をきっかけにインターネットによる動画配信を開始しました。 The TV distribution initially was just this added on. It was a radio broadcast that was being filmed. So it was not, there was, at the very beginning, it was not full TV production. It was just cable access filming a radio broadcast. And as it spread, it started to get more PBS stations as well.And then Free Speech TV and Direct TV and so. And those were the most more recent. かつてはダウンタウンの小さなスタジオで放送していたデモクラシーナウ。今年2月にマンハッタンの中心部に広いオフィスを構えました。年間収支はおよそ4億円。フルタイムのスタッフはわずか30人ほどですが、他に数百人ものボランティアが活動を支えています。 So, this is the studio. It looks into the control room, which is what the audience also sees as a backdrop. This is the newsroom. So this is where all of our producers sit and they work on the stories and come up with the, everything that they're going to do for the next day. 私たちが訪問した日は多くのスタッフがドイツへ出張していたため、オフィスはがらりとしていましたが、インターンシップの学生がアーカイブのデータ入力などを手伝っていました。 Most news gets their revenue through having people pay for content or through commercials. So the internet challenged that model. But Democracy Now! Doesn't charge for all of our content is free. We don't have this big problem that all of these other news outlets have because our funding comes from the viewers and the watchers who just want to support. I first heard of Democracy Now! At the time of the Iraq War protests, so in 2003. And it became the only news source that was viable, like the other, even the New York Times was not reporting honestly on the war. And I really believe that media is very important, especially for my generation with such access to information with the internet. I believe that honest media is very important because I really believe if the model that Democracy Now! Sets. I believe if that's more widespread and done by more organizations, that a lot of good could come from that. I feel like this is. 世界中の熱烈なファンが支えるデモクラシーナウ。視聴者も重要なリポーターの一人です。So people email stories at democracynow.org. It's one email address.All of our producers read all of those and then we'll contact people and say, can you send, give us footage? So I've always been a big fan of Democracy Now! And I think almost everybody here has started because they love the show. They love the show and they care about independent media. And that's the same is true of me. There's economic pressures in every sector of life now. And because public access has a stream of money that comes in through the franchise, there are attempts to either use that money by the cities or, in the case of Arizona, for example, the state public television, the more conservative, more corporate public television,is trying to take that money. I think the enemies of public access are using the internet as an excuse. So, example, they say in Tucson, oh, you don't need public access because you have the internet. You have YouTube, you know. The access is providing assistance for the internet also, and for tweeting, and for cell phones. It's not just the channel on television. It's very important that it includes all the new technology. Yeah. はい。今、ニューヨークで私たちが見てきたものの一部を見ていただいたんですけど、私ももう行った時に、とにかくスタジオの大きさとか、参加している人数の多さ。で、若い人ばっかりが映像を作ってるのかと思ったら、本当にシニアの方からもう幅裾野も広いし、まあ、番組も子どものチャンネルがあったりとかっていうことで本当に驚いたんですけど、これはもうアメリカ、私はアメリカしか見てないんですけど、他の国でもまあ広がってるわけなんですよね。
多分カナダから始まったって言われてるんですけども、カナダが国づくりをしていく過程で非常に過疎的なって言いますかね、広い地域にバラバラに住民が住んでるのを、なんとか一つずつのコミュニティをまとめて、その問題地域を、問題のがどこにあるかってことを地域の人たちが自分で、まあ、自覚して、町づくり国づくりをしていく、今先住民の、テレビの局の、ね、チャンネルが今流れてるのはそのカナダのものですね。そうですね、アボリジナルピープルズテレビネットワークっていう先住民自身のテレビネットワーク、これ公共放送でも商業放送でも放送が義務化されてるんですけどね。商業放送でも公共放送でも義務化されてる、義務化されてる、ね、先住民の要求があって、まあ、先住民だけじゃなくていろんな全世界からの、移民の人たち、日本人も含めてね、いろんな、マイノリティの人たちの、文化とか、メッセージをちゃんと伝えようという、まあ、制度ですよね、今のはカナダですけど、他の国も、でカナダ北米が、まあ、ずっと先進的に、70年代国土を進めたと思うんですが、うん、それに影響されたこともあり、ヨーロッパの中でのそのいろんな、再編とか統合なんか、進んでいく中で、それからもう一つはテレビ技術がどん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 進んで、衛星やケーブルが実用化して、スポーツ見たいとか日本のアニメ見たいとか音楽聴きたいみたいな人たちの要求と重なって、市民たちが勝手に海賊放送を始めていった、その、まあ、手に負えないくらいたくさんの海賊放送がヨーロッパで広がってた、うん、日本だとなんか捕まっちゃいそうですけど、ヨーロッパではそれが合法化していくんですよ ね、 そうね、まあ、国によっていろいろだけども、割と、まあ、寛容っていうか、移民たちもやむにやまれずやってるところもあるし、フランスなんか割と寛容で、まあ、いいんじゃないのみたいな感じもあるし、それがドイツは厳しいと思うんですが、だん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 80年代の半ばになって一斉に、それまで商業放送ってないんですよね、ヨーロッパにはどこにもなかった、うん、電波公共のものって。だから日本だと、まあ、NHK と民放というのが、まあ、戦後ずっとありますけど、はい、ヨーロッパではその公共放送がメインで、民放が新しく入ってきたと。アメリカはまあ民放だけに近い、はい、でヨーロッパは公共放送だけだった、はい、でそれをアメリカ型なり自由経済みたいに取り入れて、80年代の半ばに民間放送という位置づけで、はい、会社が作るものも市民が作るものもみんな民間だと、公共ではないもの。じゃあそのいわゆる商業放送というか民間放送と同時にこう市民のメディアがこう、ね、システムの中に入っていったということですね、はい、だからヨーロッパは一斉に80年代にいろんな形で花開いていったかなと。でもう一個アジアが、それから10年くらい遅れて韓国の、まあ民主化、台湾も民主化、まあ、冷戦がね80年代の終わりに終わりますけども、うん、その頃にいろんな自由な放送がやっぱり海賊放送から始まって、政権交代民主化の中で韓国などもやっぱり海賊放送っていうのはあったんですか。ね、韓国は、あったと聞いてない、台湾にはたくさん、たくさんあったんですよね、はいはい、で韓国はご存じのように冷戦の終了とか金大中、大統領の政権交代中なんかで、市民も放送に参加させるっていう、まあ、新聞だけ放送だけじゃなくて新聞のねメディア全体の民主化もあったと思うんですが、そういう中で市民もいろんな要求を出してテレビのスイッチを切ったり、自分たちが出資したテレビ局を作ろうとか、うん、から首切られた記者たちがハンギョレ新聞って民主的な新聞作ったりしましたよね、うん、そういういろんな流れの中でテレビも市民のものにという動きで、うん、先ほどちょっとビデオも流れてたんですけども、韓国の場合は放送を作っていくためのメディアセンターというか市民が参加するっていうものが本当に充実していて、まあ、各地にそれができているという感じですよね。そうですよね。ソウルは、まあ東亜日報ってでっかいビル の、はい、ところを、まあ、乗っ取ってというか市民たちが半分乗っ取って、まあ、センターにしちゃったし、はい、それから民主化が進んでからちょっと出てたプサンや各地に20カ所以上のセンターが、ね、はい、できていますね、うん、まあ、今ちょっとその世界の流れで、まあ、アメリカ、北米だったりとか、ヨーロッパだったり、そしてまあ、身近なアジアでも台湾や韓国で市民のまあメディア、それがまあテレビとかラジオといったレベルで制度としてまあできているということなんですよね。でまあ私たち日本というのはそのパブリックアクセスというそういうものがあるというのもなかなか知らない人もまだ多いですし、私からするとやっぱりまあ今回このようなまあ放送を使ったまあいわゆる自分たちが自由に使える場所というのをまあ
得たことは得たんですけれども、そうは言っても、まあ、非常にこうシステムではないという意味では、すごく距離を感じるんですけど、日本の状況というのは今どういうふうに考えればいいんでしょうか。長い間やっぱりはっきり言って郵政省の、まあ、よくも悪くもの役人さんたちが指導してきた、あるいはコントロールしてきた中で、市民が放送してもいいっていうような考え方そのものがお役所の中にもないし、市民たちの中にもなかったと思うんですね。放送局の中にもなかった。だけれどもやっぱりきっかけとして、大きなきっかけが90年の半ば、95年のあの震災、阪神淡路大震災の時にね、はい、在日外国人の人たちが自分たち の, メディアがないと情報が伝わらないので、まあ、今出てますけどね、はい、今出てる、はいはい、FMYY という神戸長田区で、放送を始めた、でもこれも介護族放送から始まってますよね。そうですよね、ベトナムの人たちとか韓国の人たち、フィリピンの人たちが自分たちの言葉でどんどんやり始めて、でそれは総務省も追認せざるを得ないので、まあ、うまく指導しながら要求もしていきながら、1年後に FM ワイワイという、コミュニティ FM の資格を取っていったんですよね。でそれラジオでいうと、音声でいうと、こういう形のコミュニティ FM が92年にコミュニティ FM 法ができたこともあって、どんどん、まあ、増えて、今 FM 実態、コミュニティ FM 自体は日本で246とか8とかかな、50近くあって、その中で NPO が作ってるものは20ぐらいあるわけですね。まあ、今回東日本大震災があって、その後かなりその東北には臨時的な市民の放送局というのも開設されたりとかして、ちょっとまあ注目は浴びてますけれども、まあ、全体の中の1割ぐらいが市民の放送っていう感じですかね。NPO の放送、全国の、はい、中の、そうですね、240分の、まあ、20くらいですか、まあ、1割弱くらい、はいはい、でも北海道とかね、関西は北海道なんかはかなり市民を、レポーターやアナウンサーにしたりして、たくさん半分ぐらい市民参加しているという、いい状態ですよね。一番冒頭にお話しされてた通りに、まあ、私はやっぱりこう最終的にはこう市民でやっていく場合にね、まあ、組織がどうあるのかとか、あるいはその編集権がどうあるのかっていうことで、やっぱり日本の中では非常にこう危ういのが、どこかでこう、まあ、行政的な、まあ、下請け的な部分っていうのが出てきやしないかとか、あるいはそのお金がどこかで出てればその紐付きみたいになってしまうんではないかっていうような恐れもあるんですけども、まあ、今こういう形で広がってきてるんですけど、この日本でさっき言ったね、ヨーロッパとかあるいは韓国みたいなシステムっていうのは広がらないのかっていうのが、やっぱり私の中ではこうずっと願ってはいるんですけど、まあ民主党政権に実は変わった時に大きな機運があって、一回実は原口大臣の時の総務省は一歩それに対してこう、そうでしたね、こうなんか広げるというか、私も非常に期待した時期があったんですけど、あっという間にまあこう目がなくなってしまったと。津田さん、なんかこう今どういうことができるというふうにお感じになりますか。まあ、おっしゃる通り期待させられたんだけど、したんですけど、もともとそういう考え方そのものが根付いてない、役所の中にもあるいは市民の中にも根付いてなかった、でさっきからいろいろ例が出てるように、じわじわと要求はね強くなってきてるので、今僕は大事なことは政治をリードする人たちがそういう意思を、みんなの国民の声を集めた表現とかメディアとかいうものを社会のインフラとして作るんだという意思表示をすることが第一番に大事だと思うんですよね。情報公開制度の時もそうですし、あるいは男女共同参画とか雇用機会均等法もそうですけど、ある種のクォーター制度というか、優先的にこういう制度がないと社会が発展しないと、みんなの力が出ないっていうね、そういう社会的な基盤としてこういう制度を作ろうと政治的なリーダーが一つ示すことが一だと思うんですよ。だからそれと、まあ、声を合わせて、やっぱり地域 の, 市民、住民、あるいはそれをまとめている NPO たちが、やっぱりそれを地方でそういうことを声を上げることを、今、まあ、実際にいっぱいやってるんだけど、風前の灯し、いつでももうなくなってもおかしくない状態で、もう一生懸命白井さんたちそうなんですよね。なんか、まあ、今はインターネットがあるので、そこでかなりの多様な意見は出てるんですけれども、まあ、とりわけこう
大きなこういう災害があってインターネットの活躍も言われている一方で、うん、すごくまあ情報格差が日本の場合広がってしまっているというのを感じていて、はい、そうなってくるとやっぱりこう小さな声をどういうふうにこう引っ張っていくかっていう時にやっぱり先ほどの話にあったようなパブリックアクセスのようなものがきちんとこう根付いているってことが重要だなっていうのが私は感じていることで、もう一点はヨーロッパなどのようにですね、もうそれ自体を民放と公共放送と、まあ、市民のためのコミュニティメディアをもう並べて考えるというか、まあ、そういう地域すら出てきているという意味ではなんかこう、まあ、大きな差が生じているので一つ何か必要かなっていう気はしてるんですよね。そうですね、僕らいつも教えられてきたことや学校で教えているぐらい民間放送と公共放送2本立てですよって言ってるけど、世界の流れはそうではなくてプラスコミュニティの放送というか市民の放送、住民の放送という3つの柱を中心にした方に大きく流れてきていると思うんですよね。でそういうことがないとこれからの多難な世の中を乗り切っていくっていうことはできないと思うの でネットや放送というネットってことも大事なことですけど、ネットか放送かとかこれがあればいいじゃないかってことじゃなくて、国民の声がそこでいろいろ、交わされて議論対話されて一つの政策になっていくってプロセスを保障するものの一つだと思うんですね、パブリックアクセスって、だからあんまりテクノロジーばっかり教えて情報教育ウェブ教育みたいなのやったらできるっていうものじゃないと思うんですよね。分かりました、ありがとうございます。本当にまあ今ちょっとメディアっていうと国の政策ではすぐにまあこう経済システムとか、まあ国際競争の話になってしまうんですけど、やっぱりそういうふうにこう表現したり伝えていくっていうことを育むっていうことがもう本当に重要で、まあ、そういうことに対して私たちもまあこれからも取り組んでいけたらなというふうに思いました。本当に今日は津田さん、はい、ありがとうございました。この番組期待しております。ありがとうございます。はい、今日の話にもありました通りにこの番組はですね、まあ、どなたでも参加できるような当事者の声をまあ伝えていけるような番組を目指していますので、ぜひ身近な出来事や、まあ、特集して欲しいことなどをメールやファックスでお送りください。お待ちしております。では番組の終わりはですね、放射能のですね、飛散を予測するためにドイツ気象庁が発表している向こう3日間の粒子飛散予想をご覧いただきまして、番組を終えたいと思いますけれども、週末のお出かけはですね、風向きや天候にご注意ください。では来週はですね、チェルノブイリの架け橋の野呂美香さんにお話を伺いたいと思います。では失礼いたします。